クリスマスが今年もやってこない。よく来てくれたね。待っていたよ。はい、どうも皆さん、こんにちは。クリスマスにぼっち。略して、クリぼっち。さらに略して、クリボーのスゴロクです。スプラトゥーン2実況プレイやっていこうと思います。本日、12月25日。何の日でしょうか。まあ、お分かりでしょうけど、クリスマスです。いやー、メリークリスマス、メリークリスマス。そう、ただいま夜ね、クリスマスの。クリスマスの夜といえば、ね、世の中の恋人たちが、イチャイチャラブラブする。そうしているわけですよ。ね、僕ですか？僕の予定は、もう、ご覧の通り、仕事でございます。サーモンラン、お仕事です。社畜です。ねえ。いやでもね、僕ね、これに関して一個思ったことがあるんですよ。だいたいこうクリスマスの予定はとか話題になるじゃないですか。まあ、今年はイブがまあ日曜日だったってのはあるんですけど、普段さ、平日にクリスマスが来たらさ、みんな仕事とか学校でしょ？予定も何もなくない？え？なんだみんなしてそんなホワイト企業でホワイトクリスマスってか。はい、茶番はこの程度にしておきまして、本日クリスマスの日ですね。僕も任天堂さんからクリスマスプレゼントの方をいただきました。それがこちらですね。はい、ただの武器に見えるんですけど、まあ、ステージもね、実はこれスプラトゥーン2発売されて一番最初にサーモンランが来た時の支給武器の組み合わせなんですね。ステージもはい、シェケナダムで若葉、マニューバー、ローラー、チャージャー。いやこれはね、胸アツですよ、本当に。ちょっとこれは動画にせにはいかんなと思って、はい。最近ね、なかなかサーモンランもね、こう上げる機会がちょっとないんで、いい機会だと思って、こちら今回はクリスマスにぼっちで、クリボーがサーモンランやっていこうと思います。それでは行きましょう。はい、それではやっていきましょう。場所は最初のステージ、シェケナダム。支給武器もね、第1回サーモンランと全く同じ組み合わせとなっております。ちょっと回線落ちが心配な感じがしたぞ。大丈夫か？大丈夫か？最近ガチマッチで絶対回線落ちしてるからね。もう接続テストとかね、すると、ちゃんと、大丈夫なんですよね。通信速度とかも 10MB 以上出てるし。なんでなんだろう。まあまあまあ、とりあえずやっていきますか。パーカーいきなり、引っ込みたくないな。だからやってよ、逆に分かって。はい、OK。ナイス。そしたら引こうかな。寄せないとね、最初は。まあ言うてまだね、撮影前、うわ、びっくりした。撮影前に一回やって、たんですけど、それの動けばまだ全然達人の60、評価レートも多分100いってないぐらいなんじゃないかな。なんで全然多分難しくはないんですけどね。って言ってると、失敗しそう。それでも金から全然いけないな。カタパッドが、多分ウィンナーかな。よいしょ。ヘビも来てると、ヘビの方ちょっと出さないとね。じゃあ避けて、ちょっとまた弱いけど倒しちゃおう。こじゃけやだ。こじゃけやだ、ボス。その、いたね。よしよしよし。そのなんかすげえ慣れてる爆弾から。ヘビが向こう行ってくれると助かる。はいよ。ハットも来てるな。ちょっと待って、避けて。ほい。あ、待って、もうノルマ達成してるの、あんまりいなくていいな。タワーか。これ行かないとな。1個入れて、タワー行こう。って思ったけど、これ突っ込むのはちょっと無謀だな。なんか処理をして、これでタワー行こう。まあもう終わるから大丈夫か。ほいっとで生き延びましょい。こいつも入れる。うっ、強力された。はいはいはい。まあウェーブ1はね問題なく。やっぱサモラン楽しいな、久々にやると。最近全然出てきてなくて、あ、まだ動画上げてなかったかな。実はですね、僕サーモンランで達人
の940まで行ったんですよね。その時の動画がちょっと音声の方が撮れてなくて、上げるかどうかすごい悩んでるんですよね。多分データ残ってると思うんだけど、いやなかなか壮大ですよあれは本当に。あと3回クリアすれば完走できたんですけど、やっぱりその3回が難しい。まあ、評価レートを、ね、上げない方法があるんですけどね、それをやってれば、あこれやばいな、危ない危ない危ない、それをやってればまあ多分程よい難易度で900台とか多分乗せられるんですけど、まあ、そういうわけにもいかんのでね、ノアルトだとやってると嫌な鳴き声がね、パックやりまして、そこら辺で死んでますね。ザコ処理はね、ローラーお手のもんですから、はい、ここでザコ処理して、ヘビは逃げたい。え、うべ！え？今当たった？結構疑惑の判定だったけど。ヘルプ！ナイス！で、何気にちょっと、あれが危ない、ノルマが。よいしょ。俺はヘビやりに行こう。なんか先にやって、はい、オッケー。あ、ぶらぶらぶら。よいしょ。あーっと、すげえ嫌な位置で捕まったら、これ当たってるか？当たってる。もう一発。もう2発か。やばい。当たる。あー、やばいぞ、これは。これはやばい。よいしょ。すごい手間取っちゃったな。あー、楽勝だな、自分は。金キラはいいや。ほい、ほい。ビスキル。もうないから、乗り返してこいじゃ。オッケー、あー、せっかくのローラーでちょっと手間取っちゃったなぁ。クリアできればいいんですけどね。さあ、マニューバー。最近ね、あれ、なんだっけ、カイザー。エンペラーギアでデビューしたマニューバーですね。なかなかいいんだよね、これも。あの、エイム力がないから、こう、2つあるのがね、カーソルが。これが地味に助かる。ちょっとずれても当たる。あー、ヘビか、寄せたいけど、倒した？あ、まあ、ここ近いからいいか。こうなったので。そこの中にザクをやって。これウィンナーかな。よし。すごいですね、いたな。入ったからいっか。3人がかりでパッと。パッと一番ね、罪深いからね。そのピーターは。よいしょ。あの光だけは寄せらんないからなぁ。やらない。えい。おっ、いっぱい寄ってきてる。パトがいるな。この効果？オッケー。あ、パトぐらいいる。何をか。オッケー。ちょっと一回爆弾は任せて、乾いてこよう。やってこのままこっちやろうかな。オッケー。さあ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 、ノルマはもういってるね、余裕で。おっと、クレクさん、あ、そか、バスランをやってもらって、ほいっと、やばい、待て待て待て、オッケー。さあさあ、あとはもうザク処理して終わりかな。よいしょ。あ、ねえ、ということで、まあこの難易度はね、さすがに無難にクリアかな。うん、65個。まあちょっとね、実はキニカル運ぶの相当抑えたんですよね。これ運びすぎると、あの、評価レートがかなり上がりやすくなっちゃうみたいなんですよね。そうすると次やる時のノルマが増えちゃうっていう仕組みになっているそうです、おそらく。まあいいや、もう一戦やりましょう、せっかくなんで。あのですね、さっきのね、一バイト目でチャージャーを引かなかったんで、チャージャーが出るまでやろっかなーって続けてるんですけど、もう10戦ぐらい出たー。おー、マジかお前。え、そういう時に限って失敗しないでくれよ。実は失敗もしたんですよね、出た時に。ノラがね、まあ、なかなか大変なんですよ。光映えの時にね、全然違うところに行っちゃってて、二人ぐらい。いや、無理だわーってなっちゃってね。あ、またしかも、なくなっちゃうやん。あー、まだ寄せないからいいかって思ったけど。ここは、やっちゃった。もう無理だもんね、あそこまで行ったら。後ろ、あ、またパッといる。パッと行こう。
すみません、1個入れたい。オッケー、いったい。おお、モグラがいるのか。モグラちゃん、多分俺だよね。オッケー。そうそうそう、パッドは味方に任せて、タワーも来たけど、タワーも任せて、まずこっちのパッドはやろう。え、入ってなかった、嘘。距離感完全に今、消失してた。タワーやってほしいんだけどな、早く。あ、2体いんのか。待って待って待って。あ、やってたかな。あ、さあさあさあ、チャージャーが仕事をするべき大物があんまり来ないぞ。またパッドか。パッドだと。で、モグラ？すごいな。こっち向け。どうぞ。え、もう1個。待って待って、君、モグラこっち来てるべきなの？こっち来い。すげえ。本当にやばいな。モグラもう一回だよね、さっき。ちょっと待って、残り20秒切ってからやっとノルマ達成、ちょっと危ないな。さあ、せっかくのチャージャーが何も仕事をしておりませんが、はい、最後にドスコ言って終わった。いやー、これボツにしたいなー、ちょっと。でももう、時間もあれなんで、これを使おうかなー。ごめんな、チャージャー。後でちゃんと使ってやるから。さあ、夜かなー。引っ張ればいいかなー。あ、待って。じゃか。ノラと連携を取れる気がしない。どこ負けてない？ちっちゃい。反対側だなー。そこがでかい。ここがでかい。こっちか。違う違う違う。あっちだ、あっちだ、あっち。多分ここじゃないの？オッケー。あー、待って、違う。投げたいけどー。さあ、どこまで削る？あ、上削れたな。よし、あ、ほぼ。あ、そっか、そんな感じで投げてんのか。ここにあるやつ運んで、8個ぐらいは稼ぎたいな。飛んでもって。カゴ回り重要だからね。もうないかな。これが最後か。したら開けないとか。あと2個。おー、よかったー。トミーさん。すごいとこから開けてくれたけど、まあまあまあ結構ぐらいでしょう。よいしょ。で、今も達成。あったあった、もうあと自分雑食ばっかしてるかな。運びたくないんで。運ぶとね、この話さっきしたっけな。10ステージもやってるからね、わかんなくなっちゃった。何話したか。ほんとに、ノルマより運びすぎると、強化レートが上がっちゃうんで、次のノルマが増えるんですよね。で、自分、ちょっとこの後、完走目指したいって言ってフレンドさんがいて、そっちの手伝い行かないとなんで、なるべく強化レートを上げたくないんですよね。そうで、あとね、冒頭でドラコイとかか、冒頭でクリスマスソング歌ったじゃないですか、茶番で。僕あの歌詞をずっと聞き間違えてて、なんだっけな、悲しかった出来事も消し去るようにの部分の、悲しかったの部分をずっと楽しかったって聞き間違えてたんですよね。なんて悲惨な歌なんだろうって思ってて、悲惨なのは僕の耳の方でしたね。さあさあさあ、寄せてない爆弾はあんまりここは倒すの協力できないぞ。こっちで、この子でもやったな。こっち。先に打ち返そう。打ち返して、で、行こうかな、タワー。オッケーイ。さあ、こっちで、待って、やべ！タワー2体！これやばい、これやばい。タワー2体はちょっとごめん、無理だわ。自分が仕事に行くべきなんだけど、さすがにね。で、行こっか。これジェッパだな。上でこっちに上に持ってくる。で、待って待って待って。このヘビを引き抜いてやってから、で、味方を。すげえ死んでんな。でもここ結構溜まってるから、やべ、これきついな。ちょっとナイスナイスナイス、上がれて、モグラやりまして、
さあ行こっか、手に任せた。あ、これもジェット使えばよかったな、もうウェーブ3だし。まあまあまあやって、あ、でもウェーブヘリこっち来たな、使おうか。ヘリやって OK かな。よいしょ、 OK、 危ねえ。まあこんなもんでしょう。ということでね、一番最初に来た、サーモンランと全く同じ武器編成のシフトでございました。いや、これね、本当に熱いですね。まあ、武器バランスも結構いいと思うんで、皆さんもね、ぜひ、まあ、あと1日で、1日切っちゃってるけど、ぜひ皆さんもやってみてください。それでは、あとあれですね、2017年の、サーモンランの動画、今回が、最後になります。ということで、次のバイトはね、2018年でお会いしましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。2017年お疲れ様でした。そして2018年のサーモンランで会いましょう。良いお年を。そして、メリークリスマス。